オタファの耳寄り玩具情報。動画をご覧の皆さん、こんにちは。オタファの耳寄り玩具情報へようこそ。突如始まりましたね。まあそうだね、今後やるかどうかは分かんないんだけどね、もしやるとしたら記念すべき第1回となります。改めて考えてみると、まあ、このチャンネルには、もう本当に全国からね、玩具野郎たちが集まっているんだけど、まあ、そういう新しいニュースを発信していくっていうのを考えてみたらやったことなかったなと。あとはね、今週こんなのがあったねとか、そういう話題、みんなでお話しできる場所ありそうでなかったなと思ったんで、まあ、ここをね、活用してみんなで情報交換などしていこう。とりあえずね、僕が、そうだね、ここ最近ビビッと来たものとかね、あ、こういうの予約したよとか、そういうのをね、お話ししたいなと思います。さあ、というわけで早速行こう。まずはこれ。コンプリートセレクションモディフィケーションアマゾンズドライバー。大人のための変身ベルトのブランドですね。この CSM からアマゾンズドライバーが、発表になり、ついに今日、予約開始されました。11時だったかな。で、結果から言うと僕はこれを買ったんですけども、確か10分ぐらいでね、完売しましたね。サイトがすごい混んでいました。一応どういうものなのかざっと見てみようか。セット内容はアマゾンズドライバー本体で、オメガのコアパーツがついています。で、さらに、アルファやシグマのコアパーツがついていて、これの充血バージョンもあるんだよね。オメガコアの充血バージョン。これによりね、劇中の、充血した目のビカっていうやつを再現できます。アマゾンズレジスターとか、あとグリップ。取り外したグリップに取り付けるアマゾンズサイズ。まあ、このカマのパーツがついています。で、前回の、発売されたデラックスと何が違うかというと、まず大きさ。劇中プロップに合わせてディティールを新造し、ダイキャストを多用。で、全体がこう塗装になっていて、重厚感を表現しています。前のやつが 17.8 センチ。で、今回のやつが 20.5 センチ。大きくなってますよね。で、あとはこの部分がダイキャストなんだよね。劇中で見せた卵をこうカンカンカンって割る。あれを再現できます。いいね。重量感があります。でね、BGM ボタン。効果音ボタン。で、このアマゾンサイズは大きさが 28.3 センチ。グリップと合わせるとかなりのボリュームですね。あとはサウンド&ボイス、音声。各ライダーの変身音や必殺技音、攻撃音は劇中の音声を再現。で、それぞれオメガ、アルファ、シグマ、それぞれのセリフが多数収録されています。まあ、こんな感じです。で、現状のところまあ売り切れてるんだけど、早々に受注第2弾が開始されるのかな?だからね、まあ、今回手に入れられなかった方も、まあ、第二次募集で、手に入れることができるんじゃないかなと思います。販売価格は 27,500 円税込みで、12月発送予定です。さあ、次は戦隊行こう。まあ、戦隊だとやっぱりなんといっても、騎士流戦隊リュウソージャーのデラックス、騎士流ネプチューン。これは先日僕もレビューしたんだけど、動画いかがだったでしょうか。中にはね、手に入れた方もいると思います。これは本当にプレイバリューがめちゃくちゃあるよね。騎士流ネプチューンといえばね、そうこれ、ミニプラが間もなく発売されます。今月の下旬だったかな。セット内容が全部で5種類あって、1から4までがモサレックスおよびアンモナックルズ。で、5が、ディメボル系のか。これ楽しみだね。これも7体合体できるかな。ちょっと、届いたらね、ぜひレビューしたいと思います。さあ、次はこれ、トランスフォーマー。これはね、度肝を抜かされるニュースがありました。だけどね、これ最初に言うと、日本での購入はちょっと難しいんじゃないかなと思います。現状、アメリカとカナダのみの発送になっています。で、これは何なのかというと、これはハズブロプラスという会員サイトがあるんだけど、ここでクラウドファンディングのトランスフォーマーが登場しました。その名も、ウォーホースサイバートロン、ユニクロンです。そう、トランスフォーマーのファンなら馴染みの深い、このユニクロンの完全新規によるトランスフォーマーが発売になるんです。これの大きさはタイタンクラスを優に超える70センチ。ロボモード70センチなんだよね。で、これをトランスフォームして惑星モードになります。惑星モードの大きさは約76センチ。もう規格外のデカさです。で、その出資金額は1人 574.99 ドルなので、結構高額ですね。で、8000個の予約達成で、これが実現となります。で、これの応募の締め切りは8月の末かな ?31 日。
もし実現した場合は2021年になっているかな。で、当然ながらこれは原型の制作はタカラトミーがやっています。いやー、これさ、アメリカとカナダのみならずさ、世界中にトランスフォーマーファンがいるから、ぜひとも日本でもクラウドファンディング、これ申し込みできるようにしてほしいね。すごい高いけど、これ申し込みたいな。タカラトミーさん、もし見てたらぜひよろしくお願いします。さあ、次はこれ、合金と行こう。これはポーズプラスメタルシリーズというブランドがあって、それの戦国魔人ゴー将軍です。これね、海外の、まあ、香港のメーカーなんだけど、これすごく好きなんだよね。で、このゴー将軍は大きさが28センチ。まあ、約30センチぐらいあって、かなりボリュームがあります。あとはなんといっても、このギミックの再現がすごくて、3機のメカがあって、キングアロー、ジャックナイト、それからクイーンローズ。この3機が付属していて、劇中でのトライ3への合体、ゴー将軍への合身も可能なんです。これいいよね。だからカテゴリー的には日本でいう、いわゆる超合金魂のようなブランドですね。超合金魂でゴー将軍ってありそうでなかったんですよね。なので、この大きさの、合金トイのゴー将軍は本当にファンにはたまらないなと思います。一応日本でも販売開始されていて、 Amazon で一応マーケットプレイスからの発売がありましたね。僕はアミアミさんで予約しました。これは一応発売時期が11月となっています。価格が35,000円。まあ、結構高いけど、まあ、最近の合金トイの価格から見るに、まあ、このぐらいするかなというところですね。さあ、次はガンプラ。ガンプラやろ、集結せよ。まあ、ガンプラもね、本当にいろいろ発売されるんだけど、中でも僕が楽しみなのはこれだね。リボン100のザク2回。これがね、もう間もなく発売開始となります。バーニーの愛機です。これは前回僕が組んだマスターグレードのバージョン2の NT1 アレックス、まあ、これと一緒にね、ぜひ並べたいですね。それから来月、いよいよリアルグレードのニューガンダムがついに発売ですね。いやー、これもすごい楽しみです。というわけで、今回のオータファの耳寄り玩具情報いかがだったでしょうか。今日がね、まあ、さっきも言ったけど、今後やるとしたら、ま、記念すべき第1回になりました。こういうみんなでのね、意見交換。僕のだけじゃなくね、みんなの、ああだったよ、こうだったよ、とかね、そういう意見交換の場所になったりとか、まあ、新商品の情報交換とかね、そういうのができればいいなと思います。もし今回の動画が好評であれば、まあ、こんな感じで、まあ、不定期にね、ちょっとやっていきたいなと思います。今回の動画、面白かったな、楽しかったな。参考になったよという方、チャンネル登録や熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。あ、こういう動画もいいなと思った方もね、もちろんぜひよろしくお願いします。あとはどんなことでも結構です。みんなからのコメント、待ってます。あ、そうそうそう。あと僕はツイッターもやっています。ツイッターのフォローもどうぞよろしく。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。おたまでした。またねー。